どうもこんにちは。いつもオレガンで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこのツイッターなどである意味話題になってるニューガンダムブレイカーやっていきたいと思います。初期機体は強制的にガンダム、まずはゲームの流れを説明するぜ。思いっきり敵がいるんですが、ガン無視でコンテナ回収。このコンテナを回収しないと、ご覧のようにほとんどの武装がロックされており使用不可能。そのため、プレイヤーは満足に戦うためには初動的ガン無視でコンテナ回収が基本。しかし空気読まない敵がガンガン攻撃してくるので、控えめに言ってストレス。うぞうざのうざー。はい、ご覧のようにコンテナ回収で機体レベルがアップ。1レベルアップするごとに武装がランダムに、ここ大事なんですが、ランダムに一つ解放。つまりお気に入りの武装が最悪レベル7にするまで使えないというファンタスティックな仕様。マルチプレイのオンライン対戦もあるのに、めっちゃ運ゲー要素があるんですが、これは一体。コンテナ回収せずに敵倒してもこの機体レベル、正しくはフレームレベル上がりますが、スズメの涙ほどの経験値しかもらえないので、初動は最低限でもレベル4まではコンテナした方が良さそうですね。はい、続きましてパーツの回収。これをしないといつまでも好きなガンプラ組めないんですが、なぜか5個しか持てず、手に入れるには広大なフィールドになぜか1箇所しかない。回収ボックスで長い転送タイム。この際も空気読まない敵がガンガン攻撃してくるので、控えめに言ってストレス。とりあえずオレガンを作るパーツをひとしきり集めるには、新入りのボール拾いよろしく、ひたすらパーツ集め。敵は味方が勝手に倒してくれるので、ひたすらパーツ集め。まあ最悪このシステムにするなら、主人公に敵倒させて味方がパーツ回収の方がまだ良かったのでは。どうですかこのパーツ回収中にボコにされてる感じ。まあ今までにない新感覚ゲームなんで、そういった意味ではニューガンダムブレイカーの名前に偽りなし。このニューガンダムブレイカーのニューなところがこちら。割と乱戦、特にこのゲーム格闘がまあまあきつく、すぐボコられてパーツロスト、格闘攻撃の火力のなさと、わらわら湧いてくるボコ敵の攻撃でひるむのが原因だと思いますね。そして腕がなくなったので腕探しの旅。あ、見つけた、やったー、あれ、何かおかしい。クソダサガンキャノンの腕。はい、とまあこのように敵が強くなるにつれパーツロストの可能性も増え、気づけばオレガンがクソダサキメラガンダムになるのもなかなか粋な計らい。でも安心してください、ゲージを使って覚醒すればパーツ戻りますよ。覚醒中は性能向上に加え DG 細胞で自己再生、無敵ではないので注意ですね。基本的な流れとしては、わらわら湧いてくる第三勢力を倒してチームポイントを貯め、一定以上貯まればライバルチーム撃破やモビルアーマー撃破のメインクエストが出るので、そのメインクエストを達成すれば勝利、ゲームクリアといった感じ。あ、出ましたねー。相手チームの称号を倒せばゲームクリア。どうですかね。プレイ中に常に画面ど真ん中にクエストスタートとかの文字がデカデカと表示され続けて、グッと見にくいなと思うのは私だけでしょうか。これじゃあ何と戦ってるのかわかりませんよ。あ、どうやら標的の称号さんだったみたいですね。よかったよかった。ラストシューティング。はい。5分間戦闘してもフレームレベルが6で解放されてない武装がありますね。こんだけ戦闘による武装解放は困難。コンテナ回収は必須ということでんがな。ここがニューガンダムブレイカー。萌え要素高めてきた。あなたの好みに合わせた色とりどりのキャラクターたち。大丈夫、気にしないで。ああいう人たちだって、もともとはガンプラが好きだったはずだもの。それより、ちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく物質のバトルシステムが使えるって分かったんだし。幼馴染のお姉さん、ゆいちゃん。この学園を変えたいって、そう思ってくれる仲間ができたことが嬉しいの。クール系父、いおりちゃん。ごめんなさい、私口下手で。内気な後輩マリカちゃん。ねえねえ、君のガンプラ見せて見せて。どうかじゃあれだから、秘密の場所に行こう。パイオツ戦闘力トップクラス、スカートの短さもゲーム中最高峰、一番パンティーパーティーしてくれそうなちなつちゃん、という感じでガンダムブレイカーしながらときめきメモリアルできるようなできないような、大変お買い得、お買い得とは言っていないなゲームとなっております。まあそんなこんなで散々言われているニューガンブレですが、
やはりメインはこれ、オレガン作成。まあこの世界広しといえど、ガンダムをカスタムできるゲームはガンダムブレイカーしかないので、もうカスタムするゲームと割り切ってプレイすればいいのではないでしょうか。割とこのゲーム始めたばかりでそんなにパーツ数もないんですが、ファーストオレガンはジオン機で攻めていきたいところ、ビビッときたー。今回はドムトローペンの頭を主軸に作りましょう。オフェイスの方はドムよりトローペンの方がシュッとしてて好きですが、それ以外のボディなどはシンプルなドムの方が好きかな。まああんまり原型崩したミキシング好きじゃないんですよね。違う系統のパーツ使うとダサいと思うんですよねー。ほらね、ダサいでしょう。というのはまあ冗談ですが、ガンプラの好みがそのまま反映されそうですねこれは。はい、あまりドムのイメージを損なわないようなバックパック決めていきでか。なんやこれ、EG8 ってこんなの背負ってたっけ。難しいですね。とりわけ宇宙世紀とアナザーの組み合わせは違和感感じやすいですね。何かいいのないかな。これは、ウィングガンダムの登場機体のバックパックですね。そこまでアナザーしい武装でもないし、シツルムディアス的なあれで使えそう。このバックパックで行くなら猛獣武装機体で行きたいですな。みんな大好きグフカスタムのガトリングシールド、オプションでシツルムファウストやクラッカー、ブースターなどつけれますが今回はなしで、フレーム選択、正直どれでもいいと思いますが、格闘振りたいなら、体力の低すぎるガンナーフレーム以外といった感じ。今回はストライカーフレーム。格闘武装はドムポッキーないので、ビームなぎなたにしときましょう。メインウェポンはズダの体感ライフル。どこぞのゲームと違い豆鉄砲ではない模様。はい、カラーをオンドレアスカラーに染め上げていきましょう。赤と黒のツートン、同じ赤でも影になってる部分はちょっと暗くしていきましょうかね。まあ、なんと言いますか、戦闘中と違いこのカスタム中、めっちゃ楽しいですね。あい、いいよ赤いドムもかっこいいじゃまいか。武装のカラーも概ね体感ライフルに合わせてカラーリングしときましょう。いい感じですね。どうでしょうかガンオンの新機体として、デブだからダメ。なるほど。はい、仕上げに傷加工やエアブラシかけていきましょう。自分でガンプラ作るのと違い簡単にできすぎてな。涙が出ますよ。こういうのはやりすぎてもこ汚くなるのでいい塩梅見つけていきたいですね。こう、歴戦の猛者感をいかに出せるかみたいなところあると思います。めっちゃいい感じですねー。うわ汚い。やっぱやりすぎると汚い。チッピングは見えるか見えないかぐらいにしときましょう。完成、これがワイの、フルアーマーオンドムヤスやー。いいですね、背中のバックパックも違和感ない、多分。作成した後はこのように色々なポージングで撮影が可能。アップロードすればいろんな人に見てもらえるみたいですね。さて、フルアーマーオンドムヤスの力、見せてもらおうか。ダサいドムだなおい、本当のドムを教えてやるよ。まあ、初動コンテナ集めなんですけどね。コンテナを容器も壊していくので、正直容器どっか行ってくれへんかなとは思う。期待レベル6、コンテナ回収終了。このコンテナシステム誰得で作ったのでしょうか。手のひらマニュピレータ大回転アタック、かっけー。この重装備でもしっかり格闘を振っていく。終盤まで敵チームと戦う意味があんまなくて、第三勢力狙いたいんですが、ロックオンがめっちゃ敵チームをロックオンするのでウギギギギってなる。ならない？無双ゲーっぽい感じなのにすぐひるまされるし、敵を選ばないといけないのに選びにくい。この辺の細かい蓄積が巷で爽快感がない、と言われてる理由かもしれませんね。ハシュマルが出現、メインクエストではないようなので、これを撃破して敵リーダーを撃破すれば勝利かな。こういう巨大な敵は大体足もロックオンできるので、格闘振るなら足ロックオンですねー。おお、めっちゃ格闘火力上がった。このセルフオフェンサーっていう武装やべーな。そう、めっちゃ動くなこいつ、モンハンじゃねえぞ。今、覚醒の時。覚醒技デッドエンドインパクトを炸裂させる時が来ました。おいおいおい空気読めよ逃げるんじゃないよ。この大好きデッドエンドインパクトを。ごちゃごちゃしてよくわかりませんでしたね。悲しい。ならば敵リーダーにフラッシュ格闘を叩き込んで鮮やかにフィニッシュ。
ったな、敵リーダー、もうちょフラーアッシュ、からの鮮やかな格闘、手のひら大回転。はい、容器がクソダサいのすごく嫌ですね。アーマードピアみたいに選ばせてくれへんかな。いかがだったでしょうか、ニューガンブレ。戦闘面に関してはプレイヤーへのストレスが多く感じました。コンテナ回収システムとパーツ5個までしか持てないシステム修正するだけでもだいぶ改善されると思いますが、カスタムは普通に楽しいので、今後のアップデに期待したいですね。それでは今回はこの辺でー。